サムライ JAPAN さん、平日にうっかり1万8000人も集めてしまう。サムライ栗山監督感動した合宿初日、平日昼間に1万8000人が観覧、ダルビッシュも驚くすごいな、と。球場にバスが到着した際には、大勢のファンがスマートフォンを構えて選手たちを撮影。注目のパドレスダルビッシュがサブグラウンドでキャッチボールを行えば、球場を二重見えで人が囲み熱視線を送った。今回は球場内に入場するために必要な整理券はすでに予定枚数に達したため、販売を終了。それでも、熱気あふれる雰囲気に栗山監督は来る時から本当に寒い中、朝早くからたくさんの人が野球場に足を運ぶ姿を見させてもらって、なんか、ちょっと感動しちゃってと実感を込めた。練習試合すらないのによう来るわ。宮崎の経済が盛り上がってるといいね。明日から祝日だしもっと来るぞ。言うて金曜やし年度末も近いからな。ダル見に行ってるんか。ダルビッシュがキャンプから来てくれるのほんまありがたい。佐々木明とダルビッシュ並んでるのは普通に見たいやろ。大谷おったらやばかったな。シャトルバスもタクシーも渋滞に捕まるらしいで後発組は。土日100コムからモーニングショーで話題になってたな。明日は早めに行動した方がええってよ。すげえな。